はい、皆さんこんにちは、日本のエジプトマネー第2弾ということになります。前回はぬいぐるみを紹介しました。猫のぬいぐるみね、あの手のものにたくさんあるんですけど、今日はちょっと形を変えてですね、小説です。古代エジプトにインスパイアされたものが、エジプトマニアだって話を前回しましたが、当然いろんな文学作品等にも、それは使われる、影響を受けている、影響を与えるというわけなんですね。まあパッとね、今聞いてすぐ思い浮かべるのは、アガサ・クリスティのね、ナイル殺人事件、デス・オン・ナイルってやつですね。映画にもね何度もなってます。最近のやつ、もあればですね、あるいは僕らの時代では、ピーター・ユスチノフがやったやつですね。まあ、テレビではデビッド・スーシェがやってて、ポアロ役をねやってて、ナイル殺人犬を、演じてますけど、その元のものね、アガサ・クリスティの書いたものですね、あれは当然まあ代表的なものなんですけど、他にもですね、実はエジプトのものを扱った小説はあります。これは日本人もあれば、海外の人もいて、この YouTube チャンネル、この部門はですね、日本のエジプトマニアというダメなんですけど、実際今日扱うのは日本人の本ではないんです。だから日本語になってますけどね。まあ先ほどポアロ、エルキュール・ポアロの話が出ましたけど、まあ、それに匹敵するような、名探偵って何人かいて、もちろんそこにはシャーロック・ホームズも含まれるんですけど、もう一人ね、有名な、もう一人というか、まあ、他にもいるんですけどね、今回扱う小説にはですね、ソンダイクという有名な探偵が出てきます。本職は法医学者であって、病理学者でもあるのかな。それすごくいろんな知識を持ったイギリスの探偵が出てくるんですけど、彼 の, 登場する小説の中に、まあ、著者はオースティン・フリーマンですけど、まあまあその中に出てくるんですね。中見せれませんが、たくさんこれはまあ古いのかな、僕のやつは、草原すり文庫の、一つなんか出たもので短編なんですけど、いくつかフリーマンはエジプトを扱った小説書いてます。その中で僕が一番好きなのがですね、短編なんですけど、ブルース・カラベっていう、青い甲虫って訳す方がされてますけど、これが一番好きで、何が好きかというと、まさにこれエジプトマニアと言っていいんですよ。ちゃんと出せませんけど、ちらっとだけ出させてください。こんな感じでヒエログリフを使ってるんですね。ヒエログリフを使った、まあ、謎解き、ネタバレになるのでこれで言いませんが、そういうものになっています。すごく、ヒントとして使われるものなんですね。ブルース・カラベなんです。スカラベエジプト好きの人は分かると思いますけど、こんなやつですね。これちょっとお土産物ですけど、裏に文字とか書いてあったりする、刻んだりするものなんですけど、この刻まれている文字が、まあ、事件を解くヒントとなってくるようなお話だと考えてもらって結構です。たくさんのエジプトにはスカラベがあるんですけど、文字書かれてあるので、それをね、うまく使って小説書くって、なかなかすごいなと思ってなんかしますね。上手だなと思いますね。そしてもう一つ、この、ブルース・カラベの、中の話で面白いのはですね、時代背景とか出てきてなかなか面白いんですよ。どういうことを書いてあるかというと、先ほどのスカラベのね、ヒエログリフもそうなんですけど、それ以外にも例えば、内容的にね、こういう文言があります。当時流行し始めたエジプトの考古学の研究に熱中していることが分かりました。ひいおじいさんがっていうのが書いてあるんですけど、当時だからイギリスではですね、そういうの大流行してた、イギリス人の間でね大流行してたということで、まあその一環としてやっぱりクリスティもね向こうに行ったりしたりするわけですけど、そういうのが分かったりするし、あるいは、そうですね、このソンダイクの凄さもちょっと分かります。いろんなこう知識を身につけられない、セリフとして、君は法医学者はあらゆる分野の知識を身につけなければならないと言ったが、エジプトの考古学まで知らなければならないのかとこう、ある人物が尋ねるわけです。先のスカラベナがこうヒントになりそうだったのでね、
ね、まあ、遺物として残ってたのでね、ヒントとしてね、ですからそういうセリフがあるんですけど、なるほどと、思うんですけど、実際それに対して孫大工博士がどう答えるかというとですね、ありました、ちょっとだいぶ先になるんですけど、話の中では、私は古代エジプトの象形文字については初歩的な知識がありますので、というふうに書いてある。その先言うと分かってしまうので言いませんけど、法医学者であるイギリスの、そして、素人の探偵でもあるんですけど、依頼を受けて、よくあるパターンですね、警察がちょっと依頼を受けて動くとかありますけど、日本でもね、有名なアリス・ガー・アリスの小説が出てきますね。そういうパターンがあるんで、同じようなパターンなんですけど、すごいのは孫大工は、ヒエログリフ読めるんですね自分でそういうこと言ってる、すごいなと思います。確かに、この本のね中の、ヒントで言えば、確かに少し基本的なことが分かっていれば、分かるようなそういう話になってるんですけど、その辺がすごいなと思いますし、それを題材にしてストーリーを作り上げたこのオースティン・フリーマンってなかなか大したもんだと思います。彼は他にも、The Eye of Osiris っていう、オシリスの目っていう長編小説を書いてます。それも、どっか段階でね、紹介しようかなと思ってます。面白かったです。僕の自宅に置いてあります。去年ぐらいに読んだかな。それまで読まなかったんですけどね。もう当然知ってたんですけど、なかなか読むチャンスはなかったんですけど、読んで。このブルース・カラベの方は、昔、中学生ぐらいの時に読んで忘れてました。つい最近もっぺん見直した。やっぱ面白いなと思って、これを、紹介、このね、YouTube チャンネルの中でエジプトマニアとして紹介しようかなと思って、今日はね、ちょっと持ってきたわけです。付箋とかも貼ったりなんかして紹介するところね。ぜひ、小説の中のエジプトの世界、エジプトマニアの世界もね、一つ注目して見てもらいたいと思います。僕はそういうのもね、探しながらいつも読んでいます。軽い、く扱ったものもあれば、すごく真面目に勉強して扱ったものもあって、どちらも、それはね、面白いんですけどね。そういうのを紹介していければいいかなと思います。はい。ということで、ぜひ興味があった方はですね、興味湧いた方は、オースティン・フリーマンの本を読んでもらえばいいかなと思います。では、本日はこれで終わります。はい。ありがとうございました。